時は1999年の七の月、和歌大学医学部のある手術室での話である。断っておくが、1999年の手術というのは現在読者各位が知っておられるようなものではない。1983年にカリフォルニア大学での事物縮小のミクロガンマ光線が発見されてから、外科法では大革命が行われた。カリフォルニア大学のフリードマン博士はがんを殺す光線の研究をしていたが、偶然彼がある日606号目の光線を実験用のハスカネズミに当てて昼飯を食いに行き、研究室に戻ってみると驚くべし、ハスカネズミはのみのように小さくなり、それを入れた金網のカゴまで豆粒のように縮小していたのである。この発見はペニシリンやシトマインが発見されて抗生物質時代という医学界に革命をもたらした1940年代と同じ大革命を医学界にもたらしたのである。例えば外科医の場合も現在のように麻酔をかけた患者の体をメスで裂き内臓を切るのではない。この古いやり方だと患者の体にはいかに整形手術を加えようが醜い傷跡が残る。それどころか体を開くために大きな危険を伴う。だがもし医者が人体の1000分の1、ちょうどのみの半分ぐらいに縮小して患者の体内に潜り込み、体内の患部を内部で切り取ってまた脱出してくればどうだろう。傷跡一つ残るわけではない。手術後と手術前と少しも変わらぬ五体健全のまま退院できるというわけだ。今回の患者さゆりは高一の妹である。患者のさゆりさんはどうだね。はい、手術台の上で麻酔をかけられて寝ています。君たちはみんな SS 反応検査、心臓検査、知能検査、 PTA 検査に合格してますね。はい。彼ら豊彦助教授以下4名の手術班は別室に入った。別室といってもそこはちょうどエレベーターである。するとミクロガンマ光線が四方から注ぎ始めたのである。ビラ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 。そのままエレベーターは地下に向かっており、そして地下で待っているのみの半分ほどの潜水艇の前で停止し、彼らは潜水艇に乗り込んだのである。秒読み開始。10、9、8、7、8。かなり緑色の非道素が多いようですな。こちらはシャドウ本部、プルス異常なし、血圧変化なし。そろそろこの辺りからガンが転移していないか見なければならんな。豊彦教授、ガンの病巣を発見しました。直ちにシャドウ全ステーションに急報。よし、手術開始だ。4人は白衣を脱ぎ捨てた。白衣の下に防水服とアクアラングをつけているのである。大きな箱からはさまざまな消火器に似た道具が取り出された。この消火器のような道具の中には消毒薬を霧のように出しながら患部を切り取る鋭いメスが潜んでいた。見たまえ、がん細胞による変色が始まっている。進行停止。肺下葉の B 部分から大きく切り取る。いいね。じゃあ俺から先に出よう。患部の状態は？こちらシャドウ本部、良好、寝ている。脈、血圧、心電図、異常なし。では執刀開始。こうしてがんは見事に切り取られ、抗がん薬 ACMCAL がたっぷりかけられ、クリーンカットですな。成功成功。これならほとんど再発ないでしょう。4人はこうして潜水艇に引き上げ、ウイスキーを飲むことになった。まあ一杯やりましょうや。ニッカとサントリーとどっちがええですかいの。みんなニッカニカしてるからニッカを2個にしましょうか。下手なシャレ。うん、手術の後の酒はうまいな。あんまり飲むなよ、パトカーに飲酒運転で捕まるぞ。では帰ります。大丈夫かね。はい、大丈夫でしょう。
どこか軌道を間違ったんじゃないかね。いや、そうではないと思うんですが。おい、ここはどこだ。これはいかん、大腸だぞ。いかん、酒に弱い俺が日課を飲みすぎたのがいかん。逆行不能です。しょうがない、大腸を突破し肛門から外に脱出しよう。よし、そうしよう。おい、患者は手術前に肝腸は済ませたろうね。は？いや、患者は肝腸によって腸内を洗ったろうかと思いますが。手術室の看護主任に聞いてみます。ダメだ、更新不能です。この船で普通便の硬さを突破できるだろうか。下痢便なら大丈夫だと思いますが、固形便なら進行不能になります。先生、僕を船内に出してください。恥ずかしい話ですが、妹は昔から便秘症でした。相当に硬い便がこの奥に詰まっていると思われます。うん、ですから僕が手術用のメスで妹の便に穴を開けていきます。船が通れるだけの穴を。君一人にできるはずがない。僕も行きます。そうか、やってくれるのか。しかしガスマスクをぜひ持って行ってくれたまえ。じゃ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 ーん。わあ、幼虫だ。何？幼虫？そうだ、町内で君の妹さんの栄養を吸っていた幼虫だ。君はなぜ妹さんに虫下しを飲ませなかったんだ。そんなこと言ってる暇はない。メスで殺すんだ、この幼虫を。虫よからした殺虫剤になります。えいやー、こりゃ俺はさ、なに、うぅ、ぬぬ、ブス、死ね。うわー、死んだ死んだ。しょうがない、この粘土のような硬さで船を通すことはできない。無理だ、船を捨てなければ。船は具材を使って排出させればいいだろう。先生、肛門は必ずしも開いているとは限りません。それは医学的に申しましても、先生、いつも閉ざされております。つまり閉まっているのです。今の我々の力ではこの閉じられた肛門をとても突破できません。外部に連絡することも不可能です。どうしたらいいでしょうかいな。酸素もあと残り少ないのです。どのくらいだ。あと10分持つか持たないかです。そうか、たった一つの考えがある。何です先生。患者に放屁させるのだ。放屁ですか。そうだ、患者に放屁させれば肛門は開く。そしてその放屁に我々4人は吹き出されるだろう。相当の圧力が体にかかることは覚悟せねばならぬが、それより仕方がない。そのためにむち打ち症にならんでしょうかいな。君、むち打ち症ぐらいこの際仕方あるまい。でも先生、放屁させるにはどうします。みんなでこの腸の内側に刺激を与えるのだ。両手を使って全力でくすぐるのだ。できるかできんかわからんが、やってみよう。カチャ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 。先生、腸が動き始めました。彼は自分が救われたと思った。こうして彼ら4人は無事患者の体内から脱出することができた。このようにして平山高校には当世異想もない美しく可憐な、女の方さゆりさんの命は救われたのであった。ああ、いいぞ、いいぞ。